このようにちょっと2、3、追、えー、中事項といいますかねあの、最初にご発言をさせていただきたいと思います。えー、まず何よりもあの連日、えー、マイナ保険証、マイナカードの取り組みにご尽力いただいております、役所の皆さんには心より御礼申し上げます、本当にもう、応募も返上して、作業していただき、本当にご苦労様です。えー、それで、えー、今日も、 できるだけ12時には1時間で終わりたいというふうに思っております。それでカメラの、いわ,いわゆるですね、テレビカメラのオープンは、えー、冒頭の長妻政調会長の挨拶までで、あとは、 ペンとか、そういう、えー、テレビカメラ以外は、えー、ラストまでフルオープンで、かつこれは、あの、YouTube でも、えー、配信をしております。まあ、そういうこともありますなので、あんまりここで、こう、激論を交わすというよりは、とにかく、あの、役所の皆さんにですね、まあ、事実関係を確認させていただきたいというふうに、あの、思っております。 おります、えー。それとあとその YouTube 配信をしております関係で、あのマイクがないと聞こえないということになりますので、すみませんが必ずマイクを使ってご発言をいただければと思います。あの高木先生もこ,こちらも、ね、<laughs> どうもすみません。よろしくお願いします。えー、それでは長妻政調会長よろしくお願いいたします。どうもあの今日も暑い中ありがとうございます。えー。 まあ我々かねてより申し上げているのは、まあ、デジタル化は日本国家の喫緊の課題であるということでこれ官民のデジタル化の遅れが労働生産性が上がらない原因でひいては賃金が上がらない大きな原因だとこれ問題意識はもう強く持っております、えー、ですからですね国民の皆さんの不安を払拭しながらこう進んでいくのが一番スピーディーにデジタル化が進む 工作なんでですすねこれれ先進国でもう証明されてますで日本はそうじゃなくて相当乱暴に進めて国民の皆さんが心配が募るばかりの進め方はむしろデジタル化に逆行するとこういう思いでですねデジタル化を進めたいということで私どもとしてはこういうやり方で進めてほしいとこの保険証にしてもですねそのダブルで持てないんですね。保険所と マイナ保険証は両方持つことができますけれども資格確認書にしますと資格確認書とマイナ保険証を同時に持つことができないんですね。こういうやり方を来年の秋強行するとどういうことが起こるかというとむしろマイナ保険証マイナンバーカードのです、ね、普及が頭打ちになっちゃうとむしろですねむしろ保険証と併用した方が私はマイナンバーカード マイナ保険所の普及は進むと思ってんですそういう意味ではデジタルを進めるために我々これ提言をしているということを承知をおいていただきたいというふうに思います。まあ、いろんな声が私の方にも寄せられておりましてやはり資格が変わるときですねあのー、ちょっといろいろ問題があるんじゃないのかと例えば転職したときに企業が変わったときに、えー、前のところと変わった転職先との マイナ保険証の登録、これがちょっとその人為的なミスというよりもシステム的な何らかの問題があるのかないのかっていう指摘も受けております。 資格が変わるときはいくつかありますよね、あの転職したときもそうですけれども、引っ越したとき、国保の方はあ、その保険者が変わるわけですね、自治体が変わる、その節目の連結が果たしてどうなのか、結構トラブルが多い、あるいは例えば70とか75歳になって、後期高齢者医療制度になったときに、保険がこれも変わると、資格が変わると、しかも変わったときにですねその、自分は分かんないんですね。 あの保険証であれば、あの何々企業の保険証が新しくこう送られてきたり、国保であれば、新しい自治体の国保が送られてくると、ところがマイナ保険証はマイナカードのままですから、そこに何にもあの色も変わらないし何か、何かが変わるわけではないので、自分が一体どこが私の保険者なのかというのがわからないと。ということでは困るということで、資格のお知らせ書というのを送るということを政府は考えておられるということですね。 その資格のお知らせ書を送られてきてあ自分はこの保険に今、私は入ってるんだというのが分かるでも、それをできるだけ携行してほしいというような話もあるんですがただ途中でそれが削除されたりしてるんでちょっとどっちなのか分からないとつまりあの義務化されてないですね医療機関がありますよねそのつまり、えー、リーダーを置かないでいいと。 いうところこれ全体の医療機関の何割あるのかっていうのも気になるんですけれどもそこではマイナ保険証は使えないわけですね来年の秋以降も物理的に使えない、まあ、そういうところはですねマイナ保険証しか持ってない人は一体どうするのかって言ったらばその資格お知らせ書を携行して持って携えてそれを見せればいいとこういう新たなまた話も出てきてじゃあそれは保険証みたいなカードなのかどうなのか あ,あるいは義務化されていても何らかの理由で物理的にリーダーを置けないところご高齢でなかなかお医者さんがですねできないところはその傾向した資格お知らせ書でそれを代わりにできると保険所の代わりにちょっとそういう非常に複雑なオペレーションになってきていると。 というふうに思っておりますので,で、ぜひですねそこら辺の全容を示していただきたい、いずれにしても冒頭申し上げましたように、マイナンバーカードの返還をですね少なくし、マイナンバーカードの普及を進めるためには、むしろ保険証と併用をするという方が、私は デジタル化が進むとと思っておおりますので、まあぜひえー、お願いいしたいと最後に1点だけ言うと過去3年間の病気の履歴がですね薬とか受ける検査とか、えー、全部これ分かってしまいますのでたった4桁の数字の暗証番号で管理するというのも非常にこれはあの心もとないことでありますので、まあ、これらのセキュリティも一段と病気の情報はあのー、強めて 他とは別格に強めていただきたいということは強く申し上げておきたいと思います。以上です。よろしくお願いします。あの、このマイナー保険証問題は、論点不明な点が非常にたくさんあります。ですから、これ私も一番苦労しているのは、この1時間でいかにその論点を、まあ、効率的に、近く、かつ的確に議論するかということに非常に不信をしておりまして、例えば今、長妻、 政調会長から話があったのもね、新しい論点なんですね。今日のこの厚労省からのご回答のね、ラストのページ、これ見ていただけますか参考資料。別点、資格情報のお知らせ。つまり、1割の医療機関はマイナ保険証は対応しないんですよね、1割は。その1割の、えー、医療機関はマイナ保険証は対応しないから、 使えないんですよね、もちろん。使えないから代わりに資格情報のお知らせというものをマイナ保険証以外に新たに作るので、これを持っていってくださいというふうなことなんですけれど、こういうのも本当に大丈夫なのかという気もしないでもありません。それともう一点。 あの、今日新たな資料、をちょっとこれを見ていただきたいんですけどね。このカラーの2ページ。あの、私たちもこの国体ヒアリングやるために、まあ、数時間かけて下準備をしておりまして、例えば、今日の一つのポイントは、岸田総理は、発行コスト、事務負担が、マイナ保険証と、えー、資格確認書という、まあ、政府案と言いましょうかね。こうするとね、 発行コストと事務負担が減少するということを言ってるわけです。木はあの、岸先生もお越しをいただいておりますけれど、私たちが地元の自治体や町長さん、市長さん、区長さんから聞いてるのは、事務負担減少どころか、もう悲鳴が上がってるんですよね。まあそこで、例えばこの一覧表を作ってみました。この発行の事務負担、も 大雑把ですよ。申し訳ありませんけど、こちらの独断と変形に基づいて丸、丸ペケ、三角、えー、黒三角。この三角というのは、マイナ保険証もなかった時の当時を一応三角と起点としました。それと比べると、プラスになっているのかマイナスになっているのかを、まあ、独断と先行にも、基づいて書いてみましたけどね、少なくとも、まあ、岸先生も頷いていただいておりますけれど、 この被用者保険や自治体の事務はかなり増えるんじゃないかと。特に被用者保険なんか5年に一遍資格証明書やらないとダメだし、マイナ保険書も5年ごとのね、周、ま、り、あ、あもありますし、あと何よりもこの無保険扱い、窓口10割負担の人が発生するリスクというのも非常に高まるし、その下の5年後の更新の手間、 これももちろんマイナ保険証というよりはマイナーカードの問題かもしれません。非常に増えます。これ次のページお願いいたしますが、ここであの、長妻政調会長も話されましたようにね、わざわざあの、赤線を引きましたけどね、私たちはマイナ保険証とデジタル化推進です。ここはちょっと強調したい。推進なんです。やめろって言ってイチャモンつけてるんじゃないんですよ。長妻政調会長おっしゃったように推進していく上でも、一度立ち止まって、 た方が、結果的にはマイナ保険証が普及するんじゃないんですか、ということを言ってるわけであって、このラストのやつで見てもね、やっぱりこの利便性分かりやすさからすると、ほっかみの保険証を当面渡すのが一番、え良、ー、くてですね、もうこのマイナ保険証と資格確認書を発行する今の政府案というのは、利用者からすると、本当わけわかんない、最悪の ことになるんではないだろうかということを心配しております。それでな、前向きなくなりましたが、ついては、えー、今日、順番に、あの、ご回答をいただきたいと思います。それで今日、あの、本当ご丁寧に、えー、15ページにわたって、あの、文章回答もいただきましたが、これ全部読み上げていただいてると、それでもう、ヒアリングが終わってしまいますので、また、誠、まあ、に失礼ながら、あの、順番にですね、あの、 お聞きしたいと思います。まずはですね、カッコに、カッコに、つまり、おとつい月曜日の夕方6時に締め切りがあったという、この、組合憲法などへの、このマイナンバーと医療情報が紐付けられてない、このことについて、8月21日締め切りでしたけれど、そのアンケート結果、中間報告でもいいですけれど、 どういうことでしたかということについてまずご説明をください。はい、えー、はい、えー、保健課長の山下です。あの保険課長です。えっ、ー、とご指摘のアンケートの結果はまだあのお全部取りまとまってなくてえっ、ー、とまだあの集まってないという状況でございます。ちょっと待ってくださいね。あれ、お吉野さんこれマイク入ってますかね。ちょっと確認してもらえますかね。 まあ大丈夫だと思うんだけれど、念のためね、はい、ただとにかくまとまってないということなんですけど、ちょっと次々といきますが、そしたら現時点では、協、まあ、あ会憲法では36万人でしたけれど、組合憲法とか含めて、全体的にマイナ保険証を持ってる、申し込んだから持ってるつもりなのに使えない人が何万人いるかっていうのは、まだ分かんないということですか。分かりません 問題はわ、ねまあ、かんないのはしょうがない、いつになったらわかるんですか、それは。あのすみません、えい、あのかこう、相手から回答いただいて、あの取りまとめるということになりますので、大変申し訳ございませサクサクとまずいきますが、とにかく何万人の人か、マイナ保険証申し込んだつもりなのに、本当は使えないかは、まだ厚労省は把握できていない、これが1番目です、で2番目にいきますけ,けれど、 次ですね。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、ごめんなさいね。えー、次はですね、あの、今日も2時から補填連が記者会見されるといいますが、カッコ8、1割負担なのに、3割負担を取られてしまうケースが全国でかなり出てるという、問い8の問題ですね。このことについては、なぜそういうミスが出るのかということと、いつになったら、その、 負担誤り、これ大,大問題ですよね。1割負担にとか3割取られたら。これが解消できるのか。これをお答えください。はい、あの、高齢者医療課長です。えー、この12ページ、括弧八8のところに書かせていただきましたけれども、あの、このオンライン資格確認の結果と保険証の負担割合が違うというケースについては、あの、 様々な原因があり得るんだろうと思っています。で、えっ、ー、と、一つにはそのオンライン資格確認側の問題としては、そのシステム上の使用の問題ですとか、登録にあたっての事務処理手順が新しかったかどうかといったところの原因が考えられるものと思っておりまして、この点については今調査を行っているところでございます。まあ、それ以外にもその、例えば古い保険証で、 受診されるですとか、医療機関側での表示の問題とか、あの様々な要因がありうると思っていますが、私どもとしてはまず、この、オンライン資格確認側に問題があったかどうかということを今確認をしているところでございます。わかりました。まあ、つ、つまりですね、3割の人が1回、1割の人が3割出るようなトラブルが続出しているけれど、その解消のめどはまだ立ってないということであります。えー、それと次に、カッコさん。 資格書、確認書の職権交付、これ前回の続きなんですけれど、確認しますとですね、岸田総理は2週間前に、職権交付、マイナ保険証がない人には全員、職権交付しますからご安心くださいと言ったわけですけれど、長妻政調会長からも前回ありましたように、まあ、例えば後期高齢者医療制度でしたら、来、再来年の7月までは普通に行くんですよね。ところが、再来年の7月時点で、切れる。 そうしたら、マイナ保険証ない人には、再来年の2年後の8月以降のものは、職権交付はされるんです。されるんです。問題は1回目はされるんです。では、問題は3年後の8月以降は、確実に職権交付をされるのか、それとも、まあ、当分の間となってますからね。当分の間が終わっちゃったら、再来年の8月以降は申請しないと、資格確認書がもらえないのか、お答えください。 国王課長でございますあの6ページ目、両子さんでございますけれども、こちらもたびたび同じ回答で大変恐縮でございますけれども、この当分の間というものは、このマイナー保険証の危機状況、あるいは資格確認の有実態、まあ、そういったものに影響されるということでございますので、現時点で具体的な期間を念頭に置いているものではないということでございます。あ 2年後の8月からの1年間の分は、岸田総理も言ったから、職権交付は全員にされるけれど、再来年の8月以降の分に関しては、現時点では、まあ、未定ということでいいですかあの書かせていただいた通り、現時点で具体的な期間を念頭に置いているものではないということでここは非常に重要ですよ、職権交付されるのは、ね、2年後の7月分までだけですからね、それ以降は。 もう保険扱いにふがっているかもしれない。それで次行きます。それで、これも長妻政調会長から前回質問させていただいた3、カッコ、3の丸3です。つまり、回答文では7ページですけどね。すでにマイナーカード返却しちゃってる人がいるわけですよね。でも、返却しちゃったら、 やっぱり資格確認書がいいから、マイナー保険証と紐付け解除をしたいと思っても、本人の手元にはマイナーカードはないわけですよね。そうしたら、返却してしまったマイナーカードをは、今、政府というか、保険者が持ってるわけですから、そこから、保険証と紐付医療情報の紐付けを解除してもらわないと、資格確認書が来ないんですよね。これはちゃんとすでにマイナーカード返却した人も、 保険者の責任において紐付けを解除して資格確認書は来年の秋以降来ることにはなってますかなってませんか国民健康保険課長でございます7ページ目に書かせていただいたとおりでございますがあの先生ご指摘のとおりです、ね、現時点でこのカードは自治体にマイナーカードはあの自治体に返納されるということになります。この返納された方を この保険者が把握できる仕組みになっていないというのは、これは事実でございます。ただ、あの我々としてはそうした。その前の保険証を保有されていない方には、あのきちんと資格確認証が届くようにという観点からあの今後ですね。あの問題意識としては持ってございますので、あの保険者による返納された方の把握方法や。 返納された方における資格確認書に関する手続き、まあ、こういったことを含めてあの検討してまいりたいというふうに考えてございます。問題意識としては持つまり、今のままではすでにマイナーカード返納しちゃった人には資格確認書が来なくて、もう保険扱い10割、窓口大になってしまうリスクがあると、それと次、かっこ9の丸3です。これは、日韓現代さんの、 あの、文書質問に対して答えがあったのかと思うんですけれど、カッコ9の丸3、岸田総理は8月4日の記者会見で、今後はマイナ保険証を持っていない方に対して資格確認書をすべて発行するということでありますから、従来の健康保険証に比べて発行コストあるいは保、保険者の事務負担は減少すると発言したけれど、 発行コストや事務負担をどのように策定したのか、まあ比較に用いた数字や根拠を示していただきたいと。これいかがでしょうか。はい、あのこちらも十四ページ目にご回答申し上げているところでございます。あの今山野先生からご説明いただいたとおり、従来あのすべての方に発行していた保険証の発行事務この取り扱いを改めて、マイナー保険証を保有していない方全員に。 まあ、申請によらず交付する、まあ、運用とするという、まあ、ことでございますので、現行の健康保険証と比べて、まあ、発行コストであるとか、保険者の事務負担などが減少するというふうに考えてございます。まあ、具体的にはあのこちらにポツ3つ書いてある通りでございますので、あの まあ、現行の基礎のシステムの最大限の活用であるとか、そういったことも含めて,です、ね、あの考,えて考えられるところでございますけれども、削減額については今後、具体的な試算、こういったものを検討してまいりたいというふうに考えてございます先ほども言いましたように、まあ、私たちの理解では、この表の赤字でありますように、自分負担はかなり増えるんじゃないかと、ここは完全なね見解の相違,相違 なんです。ここは重要な論点だと思います。それで、その次がですね、あの、先ほど冒頭、長妻さんからお話しいただきました、この、これですね、ちょっと先ほど言いました、新たな論点の、ごめんなさい、ラストページの資格、 資格情報のお知らせという話が、まあ、急に出てきたわけですね。この厚労省からの資料の、えー、ラストのページです。別添資格情報のお知らせ。 つまり、これはどこから出てきたかと言いますと、先ほどあのコピーをして追加して配りましたけれど、先日出たマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の最終取りまとめで出てきたんですね。これのね、7ページの一番下を見てください。つまり、健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の非保険者資格等を買いに把握できるよう、つまり、マイナ保険証っていうのは、パッと見ても、 自分に資格があるかかかどうか分かんないわけですよねだから変更時長妻さんがおっしゃった転職時とかいろんな時にはこのお知らせを送りますよとお知,りお,お,お知らせを送りますよということが一つその送るお知らせが先ほど言ったこ,こういうものなんですけどねこれを送るだけじゃなくてかつ 1>, 1割の医療機関はマイナ保険証には対応してないから、そこはマイナ保険証は使えないから、逆にそこに関しては、このお知らせを持っていってくださいと、じゃあ、これは新たな健康保険証なのかよく分からないんですけれどそのあたりをご説明していただけませんか。<laughs> んえー、国民健康保険課長でございます。 あの事務負担というか、あのコスト計算につきましては、先ほど申し上げた通り、今後検討してまいりたいと。この点につきましても、あの含めて検討してまいりたいというふうに考えてございます。まあ、その上で、あの、まあ、マイナー保険証、ご両立活用していただくことによって、まあ、被保険者の皆様方、あるいはあの関係の保険者と。 の医療機関の皆様方、さまざ、あ、まなメリットがあるというふうに考えておりますので、まあ、そういった方向性にあのしていくということは、あの我々もそうですし、先ほど中妻政調会長の方からも、まあ、そういった方向性については賛成であるとあのご指摘いただいたところでございます。我々ととししてててはその移行期ににおいいいですねあの混乱がないようにしていくとえ混乱 がないようにするとともに、やはりその適切に保健医療を受けていただくということをきちんと担保しなければならないというふうに思っております。従いまして、先ほどあのご説明いただいた通りでございますけれども、あのマイナーあのオンライン資格確認の義務化対象外の医療機関、 これも実際にあるということでございますのでそういったところでマイナ保険証ですねこれは使えないということになりますからこういったところでもしっかりと対応できるようにこの健康保険証の廃止に伴い このマイナンバーカードには、懸命にはです、ね、保険者番号等々書いておらないということでありますので、あの新規取得時や負担割合の変更時などに、まあ、保険者の方からこういった資格のお知らせというものを、まあ、の交付することとしておりますので、まあ、それの利活用策として、あのまあ、あこの、お まあ容易に携帯してですね利用できるような工夫をすることなどによって、こういったその義務化対象外の医療機関なども受診しやすくなるというような、移行期におけるですねあの適切な保健医療の受診を確保するという観点からの措置ということでございます。16ページ目にあの参考資料として、資格情報のお知らせのイメージというものを付けさせていただいているところでございます以上でございます。 そしたらですあと2点だけもうトータルで聞いてしまって、それ上でま質疑を落としたいと思うんですけれど、えー、次は、括弧一1ですね、いわゆる要配慮者、これも先週議論しました、つまり、マイナ保険証と資格確認書はどっちかしか選択できないと、ところが,要介,が要介護高齢者や障害者などは、一人で行けない人は、ダブル持ちができる。 これを要配慮者と言うということなんですが、私も地元で、町長さん、市長さんに聞いたら、いや、そんなん自治体、線引きできへんでと、どうやって誰が一人でいけるかどうかなんか線引きするのという、まあ、不安の声が殺到しておりまして、ついては、ここの、丸一、括弧一にありますように、これは、要は、希望者なら、 いや、私一人で行けませんと、要介護高齢者や障害者が希望すれば、真相すれば必ず要配慮者になって、資格確認書とマイナ保険証がダブル持ちできるのか、それか、い、いいやいや、もう、要介護高齢者と障害者手帳を、ま、持ってる人1700万人ぐらいは、全員ダブル持ち OK というふうなルールを決めるのか、ここは、 どうするんですかまあ、最初から言っておきますけど、自治体に決めろと言っても、自治体はそんな、A さんはダメで B さんは OK なんてことは絶対できないしそ、そんなことしたらもう事務が膨大になるので、非現実的だとおっしゃってるんですけど、ここはいかがでしょうか。国民健康保険課長でございます。あの、 連日、山根先生とも議論させていただいておりますが、まあ、ここにつきましては、あの我々としては先ほど来申し上げているような、この移行期においてですね、あの適切な保険医療、これを受けていただくという観点から必要な措置を取っていきたいというふうに考えております。まあ、その上で、 われ、まあ、我々法律に基づいて仕事をするわけでございますので、まあ、先般、あの成立した改正法、マイナンバー法等の改正法において、この資格確認証というのは、この電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付すると。 申請するこういったことも踏まえつつ先ほど申し上げたような適切にあの受けていただくという観点さらに言えばあの、まあ、山根先生はじめ私たちも自治体の方々とはあの常日頃から連携させていただいていますので自治体の負担、まあ、こういったものをよく考えながら あの今後、要配慮者の具体的な範囲あるいはその申請方法、まあ、こういったものはしっかりと検討してまいりたいということでございますので、あのー、ご質問にいろいろケースをあの。 礼事いただいてですねご質問いただいているところでございますけれどもまあ、こういったことも含めてあの今後検討してまいりたいというふうに考えてございますこれは国が何らかのガイドラインをまあ示すということですまあ、これはもう非常に困難だと思いますさあさ最後の質問になりますが後ほど配ったこれ総務省分というやつですね総務省分、えー、小牧さんがお越しをいただいておりますこれも似たような話なんですねこれ5年に1回 で、前の保険証を使うには5年に一遍電子証明書の顔写真を撮りに行ったり本人確認必要ですね。それを自治体の窓口に行かないとダメなんですけれど、それこそ認知症のお年寄り、寝たきりのお年寄り、一人暮らしの100歳の方、障害のある方、行けませんよね。その方について、総務省さんは出張申請、個別訪問しますよということを発表されたんですけれど、これももう地方自治体から大ブーイングで、 そんなもんできるはずないじゃないかと。じ、事務負担減らすためのデジタル化って言いながら、妖怪ご高齢者と障害者を個別訪問して、5年ごとに申請しましたって言ったら、もう、事務、事務が増えすぎて、もう何言ってるんですかと、もう苦情が殺到してるんですね。ついては、総務省にお聞きしたいんですけどね。これ、例えば100歳のお年寄りが、私、5年後、顔写真撮りに行けませんから、 個別に来てくださいと言ったら OK なのか、あるいは国が何らかのガイドラインを決めるのか、さっき言ったように、要介護高齢者と障害者手帳を持っている1700万人は全員個別訪問必要と言われたら OK なのか、えー、それと行く人は市町村の職員なのか、そのコストっていうのはいくらぐらいかかると見込んでるのか、まあそ、そのあたりお答えください。 はい、総務省のマイナンバー制度支援室長でございます。えっと、まあ、あの、今日、えっと、前回のですね、ヒアリングの時にご提出された資料を、 お貸してていいただいておりますで、まあ、前提としましてマイナンバーカードはまあ住民の申請に基づいて交付されるものであり、まあ、取得を希望される方がカードを円滑に取得いただくための環境整備に取り組んでいるということでありますで前回提出した資料はそのマイナンバーカードのまあ申請の話でございます で、今お尋ねいただいたのは、5年ごとの電子証明書の更新のことでありますので、口頭で補足させていただきますと、まず電子証明書の更新の手続きにつきましては、あの、先ほど顔というお話ありましたけれども、写真は差し替えませんので、IC チップの中にある電子証明書の更新をするという作業でございます。まあ、そういった性質上、まあ、市町村の窓口に来ていただくというのが基本でありますけれども、まあ、 今、総務省として、えー、例えば指定した郵便局で、えー、この更新ができるようにしておりますしまた代理人による、えー、申請あの電子証明書の更新ですけれども代理人による、まあ、申請も可能としていますまた、まあ、出張によって電子証明書の更新手続きというのも考えられますけれども、まあ、市町村がそれは住民のニーズや業務体制の緩和の上、まあ、実施するものというふうに考えております以上です まあ、とにかくこの5年に1遍要介護高齢者がとにかく役所に行かればならないということは、とてつもない事務負担の <laughs> 増加になると思います。それは議員の皆さんどの点でも結構ですが、ご質問いかがでしょうか。はい。井上さんありがとうございます。あのまあ、今の説明を聞いてますと、結局まあ,あマイナンバー。 と視覚情報の36万人紐付き無管理問題もまだこれから。えー、保険、前の保険証との患者負担の誤りについても今後対応検討。資格確認書の職権交付も、後期高齢者3年後は、どうかわからない。返却した人もちゃんと届くかわからない。まあ、わからないことだらけですよね。それで、ちょっと私、ちょっと前回とか出てなかったのは、ちょっとごめんなさい。私、松葉杖でね。 一日十件ぐらい夏祭りまでおじいちゃんおばあちゃんとね、速攻医療の話になるんですよ、この松葉りだから。ユノキさんもやめてくださいと、あの前の保険証。でね、やっぱり今の保険証使えるようにしてくださいよ。百人中百人。例外ないんですよ、おじいちゃんおばあちゃん。今の方がいいと。多い、千人以上話しますから、おじいちゃんおばあちゃんの夏祭りで。これが生の声です皆さん。役所とやり取りしてるって言ってたけど、あの自治体と。生の現場の声。 それを前提に、ちょっとお尋ねするとですね、今の状態で、これ本当に来年の秋、ちょっと無理なんじゃないんですか、これ。で、だとすれば、岸田総理も会見でね、要は、しか、あの、今の健康計算の廃止の延期も、まあ、あり得るということをおっしゃってるわけですよ。あり得る場合には、これいつまでに判断されるんですかじゃないと、それを言ってくれないと自治体も今、 すぼ点検させられて、今、とんでもない今のいろんな作業もね、いつまでやるのかということにもつながるし、もっと言って資格確認書皆さんいつ発行されるんですか職権康含めて。それまでに総理が最終判断しないと、今の健康保険証の廃止延期、どこにデッドラインを置くのかっていうのを答えてもらわないと、あらゆる保険者、医療機関、患者、全部大混乱しますから、 いつまでにそれ、あの、今の健康保険者の廃止を延期させるっていうのを判断しないといけないのかっていうのはちょっとやっぱりちゃんと答えてほしいというのが一つです。だから最後に山田先生が言われた、その5年に1回の部分ですよね、出張申請。これもね、自治体もそうなんだけど、これ実はあの、介護施設とかも回ってるとね、これマイナー詐欺をね、こんなことやってたらもうこの誘発するというか、そうでなくても増えるって言われてるんですよ。だって自治体から出張申請できましたとかね。 今でも電話かかってるんですよ。利用者のところに。あの、マイナ保険証の申請、マイナポータル使い方わかんないからやってあげますよと。はい、あの、暗証番号教えてくださいと。暗証番号わかったらもう、第三者がいろんな情報を引き出せるわけですから、もうやめてくださいとか、ももう、もうマイナ詐欺が激増すると。おまけにこれで出張申請でしょ。5年後の話じゃないですよ。今からもこういう情報出てるから、まさにそうやってこう、もう変な連絡がどんどん行ってるんです。 これをやったらマイナー詐欺が増えるということになりませんか、これ、総務省さん、どういうふうにお考えなのか、とりあえず今の2点教えてください。いあの総務省の方から、えー、お答えいたします。今、先生がご指摘されたことが、えー、必ずしも私も具体的なことを承知しているわけではありませんけれども、あのーまあ、出張申請に関して。 出張申請に関しましては、あのまず今、マイナンバーカードの出張申請のマニュアルを作って、えー、このカードを作りたいんだけれども、なかなか課題があるという方に対して、まあ、環境を整備するという観点から丁寧にやりたいというふうに考えております。まあ、そういった意味で、自治体の職員が施設に連絡することもあろうかとは思いますけれども、まあ、そういったものは適切に行われているというふうには思います以上です。 まあ、はい、保険証の廃止の延期を決まりに決めなっえっとい猪木先生から、保険証の廃止の延期に、あ、まあま廃止の延期について、あのいつ頃に判断をされるのかというお話でございますが、今、ちょっと手元にまあ実際、先日の総理の会見のご発言。 あの、正確に、あの、資料がないので、あの、答えが難しいんですけれども、えもうあの、先生、ご案内の通りでございまして、まずあの、総理おっしゃったのは、とにかく国民の不安払拭が大前提だということなんですね。 あのこの保険証の廃止の前提としてまさに国民の不安を払拭することが大前提だということを常日頃おっしゃっておられます。で先日の会見においておっしゃられたのはあのー、マイナ保険証ないしは資格確認書が、まあ、必ずお手元にあるような状態を作っていこうということで資格確認書についての取り組みをするんだということも発表されたわけでございます。でそそのののの上で、えー、実際のその廃止の 時期何しろその判断については今現在さまざまなデータの総点検の作業をまさにやっているところでございまして11月末を目指してあの総点検を進めていくということをおっしゃっておられます。その結果も踏まえた上で ご判断をされるというふうに承知をしておりますので、まさに総理のご発言以上でも以下でもなく、もう総理のご発言以上のことを私ども申し上げられる立場でも当然ございませんし、えー、しかるべきタイミングでご判断されるんだというふうに考えております。わかりましたね。年末までじゃあ,あ、判断されないということなんですか、今の発言を言うと。 保険証配信の延期はそれはいつ判断されるのかというのはもうあの先日の総理の会見以上のことは私どもとして申し上げられないというふうに思っておりますりま大混乱する早く判断してくれた保険証廃止するはいその他ご質問をてはい、はい、どうぞ,どうぞ参議院議員の岸ですあの総務省の方には以前からも要望はしています去年か一昨年の総務委員会の質問でも言ってますがやっぱりこの電子証明書の更新の時期には マイイナポイント事業で駆け込みがもう一気に申請が増えたということはおのずと時期が重なるのでどう考えたってもまた窓口で混乱がしてしまうということもあって、まあ、当時は私はだからこそこう窓口に来ないシステム作りにできないかとオンラインでできないのかというのを言ったらそれはちょっと難しいというふうに言われたんですが、まあ、そこもやっぱりきちんと考えるべきだと考えています。先先ほど他ののの生,生方が言っていたのは、えー、結局その5年後の 電子証明書だけの話じゃなくて10年後のののののカードそのものの更新のことを言ってるんですなのでえ写真が撮れない方がどうなるかっていうことの問題の意識をどう思ってるかっていうことを質問してると思うのでその5年後の電子証明書っていう話ではなくて10年後のカード更新の時の その要支援者に対する出張のあり方とかあ同じようにですねこれだけ多くの方が駆け込みでマイナンバーカードを持ったんだから更新時期も同じ時期なんですよ。それでこれは保険の方に聞きますが本当に適切な医療がその時も受けることができるのかどうかそこをちゃんと今から考えなきゃいけないんだということを言ってるんです。で2つ目ははママイイナナ保保証証のの問題ですマイナ保険証はやっぱりあの大きな病院の 事務の方からもこの間、私、お話を聞いてきました、現段階ではマイナ保険証でのオンライン資格確認は正直、かなりトラブルが起きていると聞いていますで、そこの大きな病院では何をやってるかっていうと、健康保険証も一緒に持参してくださいという活動をしています。ということは、やっぱり紙の健康保険証がいかに重要かということを、現段階では示しています。でこのの混乱が果たして来年の秋までに 解決するのかどうか、ここは正直疑わしいと思っているからこそ、健康保険証の廃止を延期すべきだということを言っているんです。えー、そこをどう捉えているかというところですね。あともう一つ、えー、同じくですね、マイナ保険証のトラブルで、マイナ保険証のトラブルというのがちょっと難しいところなんですが、聞いてきたのは、 あマイナンバーカードを持ってるんだけれども、健康保険証に紐付けをしていない方が、でも政府がマイナンバーカードを持ってくれば、えー、健康保険証として使えますよって宣伝してしまっているので、ご本人は持ってけば使えるもんだと思って行っちゃってるんですよ。でも実際にはあ、ご本人が紐付けをしていないので、窓口、病院の 受付でトラブルが起ききていいるととうことを聞きましたで。病院でじゃあ紐付けてよって言われるんだけどそれはできませんってそれは当然そうだと思うんですでそういうことも起きている実態というのはどこまで把握していてそういった問題に対してどう対応していくのかだったらやっぱり健康保険証というものをやっぱり併用しながら今は様子を見るべきではないかというのが あの現場からの病院現場からの声であったので、その辺についてもどう考えるか、今の事例も含めて、厚生労働省として把握しているかどうか、お答え願いま,す、はい、まず先に総務省からお答えさせていただきます。えー、先生のご指摘のとおりでありまして、このマイナポイントの関係で、非常に多くなったというのは事実であります。 よって5年後の電子証明書の更新、10年後のカードの更新、いずれもあのその1年間について非常に窓口がまあ煩雑になるというか、非常にまあ多くの事務負担が出る年になってしまうというのは事実だと思います。まあ、そうならないために我々がどうするかというのはしっかり検討してまいりたいと思っていますあの。もちろんあのカードの更新をしたいという方がおられたときに、ままあ これはもう最初の申請のときと同じですがあやはり代,代理申請代理交付の仕組みでありますとかあるいは今、えー、出張申請の仕組みですとか、まあ、そういったものを組み合わせながら、あのー、なるべくその、まあ、あとは郵便局の活用もそうなんですけれども自治体の窓口が、まあ、ちょっと何て言うのかな問題が生じないようにこれからしっかり考えていくというのはもう当然やるべきことだと思ってますのでそこは頑張りたいと思います。 それから、秋先生の方から、要は現場でのトラブルについてのお話がございました。私どもとしても、あの現場におけるトラブル、様々あのお聞きをしてございまして、まあ、例えば、まあ、カードリーダーがです、ね、必ずしも読み取りが十分できてないということで、まあ、そうしたトラブルについては、あの一個一個、あの 課題を洗い出して、解消に向けて取り組んでいかないといけないというふうに思っておりまして、先ほどの申し上げたカードリーダーの性能の問題についても、ですね各メーカーさんのほうに、要は改善提案を出してほしいということで、働きかけをいたしまして、少しずつではありますけれども、各カードメーカーさんの方でも、要は制度向上に向けた取り組みを進めていただいているところでございます、これから順次リリースされていくものというふうに考えております。 またあの、先生の方からは、マイナンバーカードを医療機関に持っていけば、あのマイナ保険証として使えると思っていたんだけどということなんですが、私ども申し上げているのは、まあ、要医,療医療機関の現場で、まあ、手続きすることは当然できます。 でできますただ要は医療機関ではあやはりあのー、スムーズに受診していただくためには事前にやはり利用登録をしていただいていた方がですねあのよりスムーズに手続きが進められるということでございますので、まあ、マイナーポータルだとかあるいはあそれ以外のコンビニなんかもそうですけれども実際にマイナンバーカードを取得されたらあ実際に保険証としてご利用いただくための利用登録の申し込みをですね していただくとそうであれば、あの受診する際にあの医療機関の方での手続きがいらなくなるということでありますが、別に医療機関の方で手続きはできないということではございませんので、その点はご理解をいただければというふうに思います例,え例えば、民間の小さな個人病院も含めて手続きができる体制にあるということなんですかね。 カードリーダーがございますので、カードリーダーのいうことで,で、現段階では、あごめんなさい、あもも現段階では、健康保険証と大きな病院では特に、両方持ってきてくださいと言っている事例についてをどう捉えているかっていうところもお願いします。 あの先生おっしゃってるのは先ほど申し上げましたけれども、やはり医療現場におけるトラブルというのが一定程度発生しているのは事実でございまして、まあカードリーダーの問題にとどまらず、例えばまあ資格確認を行った場合に、まあ資格が確認できないようなケースが現実にあるわけでございます。まあそれはあのタイムラグの問題であったり、えー、ということでございますけれども、まあ資格がな情報がないというふうに表示が出たりとかですね、えー、というようなケースにおいて。 まあ、私どもとしてはあの決してあの10割でのご負担にならないようにということで、まあ、本来の3割負担等で受診いただけるようにということで、えー、取り扱いの方すでにお示しをしてございますけれども。あの おーそういう意味で、ですねあ,のあえてまた申立書を書いていただいたりというお手間を取らせるよりは、お手元に健康保険証をお持ちいただいた方がということで、おそらく医療機関さんの方でもです、ね、あの健康保険証、もしくは何かトラブルがあったときのです、ねまあ、保険といってはあれですけれども、併せて傾向をいただければ、あ万が一のときにも対話できるということで、多分お話をされているんではないかというふうに思っております。はい、はい、ど,どうぞ これあの最後のページの資格情報のお知らせっていうものなんですが、これはカードで来るんですかえっと、今、最終取りまとめの方ですね、はい、最終取りまとめのほうで、あのおえー 8ページ目ですかね、あのお,お配りいただいたとおりでございましてあの、まあ、お知らせでございますのであの、まあ、健康保険証でもなければ、資格確認証でもないということでありますので、<あ>はい、いやあの、そこは、まあ、あのそういうものとして、ですねあの保険者さんの方で判断していただくということなのかなと思いますが、一般的にはですね、お知らせなので。 あの対象なものにはあ、まあ、保健所判断ではありますけれどもあならないのではないかと想像しておりますけれどもいずれにしてもあのちょっとこの点もです、ね、8月8日の最終取りまとめで。 あのこのようにまとめたところでございますので、あの今、連携政策課長の方からもあのご答弁いたしたとおりです、ねあの、医療機関において、まあ、保険証が廃止した後もですねあの、混乱ないようにいかにすべきかという観点から、我々もあも考えていきたいというふうに思っておりますので、そういった点も含めて、運用についてはですね、あの今後、検討していということでございます。 対象外の医療機関というのは何施設で、全医療機関の何パーセントですかすみません、今、手元にある資料で、えー、申し上げたいと思います、えーと、8月13日時点の数字でございますけれども、保健医療機関、薬局の全施設数というのが22万9336施設ございます。 で一方で、その義務化の対象施設でございますけれども、義務化対象施設数は21万トンで516施設ということでございますので、えー、その差分があ義務化対象外ということになろうかと思います大体2万施設ということ。あなるほど。2>, ですね、2万弱が対象外ですけれども、これはあれですか、やっぱり在宅医療とか、 どういう施設が対象外ですか。あのまあいくつかあの例外措置、経過措置ございますけれども、ああ例外措置ございますけれども、おかあのごく簡単にあの例示的に申し上げればあの。 おもうすでにご高齢の方でも紙のレセ、紙のレセプトで請求をされているようなあ医療機関などについてはあの、義務化の対象から外れてございます在宅医療は在宅医療ということではなくて、あの普通、通常の,あの診療所などでも、あのもうご高齢で、もうあえてあのなんていうんですか。あの オンラインの請求ではなくて、もうあくまで紙のレセプトでの請求を、まあ、もう本当に数は少ないと思いますけれども、そうしたところについては対象外にそうすると、まあ、1万、1.8万件、8万病院というか、これ薬局も入れてですかね、あ<の>全部ね、入れて、まあ、相当数はあの全部の中の1割程度。 あるわけでそういう意味ではその自宅の近くの小さな医院とかそういうところ多いと思うんでむしろ身近なところで多くなるとその時にマイナー来年の秋マイナ保険証だけになっちゃう場合ですねその資格情報のお知らせこれが重要になってくると思うんですがただ常にこれを国民は 持っていかないと安心できないんで両方持つっていうことになると思うんですけどそれが単なる1枚のこうう紙の手紙だったらぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですかやっぱりカードにしないとプラスチックとかこれあのしないとあの例えばあの被保険者の被用者の場合は有効期間がないから1回この手紙が多分来たらもう来ないわけですよね転職しない限り。 そしたらこの手紙を10年もこれ持ってたらぐちゃぐちゃに紙がなっちゃうし、でもう一回確認したいのは来年の秋に秋には廃止の時には全国民に一応これは送られるわけですね。あのーえっと移行期においてですね、あの混乱がないようにという観点から、まあどういう方々に対して。 発行するかということについては、引き続き詳細は詰めてまいりたいというふうに思っております全,全国民じゃないんですか、<の>つまり資格確認書を持ってる人、持ってる人もにも送るわけですよねのその点も含めて、ですね、まあ、あの制度開始時においてどうしていくのか、さらにその後どうしていくのか、まあ、いろいろ観点はあろうかと思いますので、そこはこんのないように、かつ自治体の方もですね、 あの保険者のほうもあのお事務負担等々ございますので、8月8日にこのようなあの検討会の方向性、ここまでが今、われわれがあの申し上げられるところなので、これらの詳細につきましては、引き続き続検討しております岸田総理がそういうふうになんか事務負担が減るとおっしゃいましたけれども、こういうものもあるし、資格確認書もあるし、しかも間違って10割負担になっちゃった人は申し立て書もあるし、そして暗証番号なしのマイナ保険証もあるし、 膨大な作業という声があ,のあるわけで、で、これ、あの、そうすると、この義務化対象外の医療機関ではこれ使えない、まあ、マイナ保険証使えないんですけども、義務化の、義務化対象の保険、あの医療機関で、マイナ保険証が使えないと、こういうケースはないんですか あのまあ、もちろんあの、4月から義務化しておりますので、えー、義務化対象施設について言えばあの、きちんとカードリーダーを設置をし、オンライン資格確認ができる環境も作っていただいているというふうに理解しておりますそれでですね、ちょっとよく聞くのが、私もいろいろ会合なんかやってると、あのまあ、 いろんな方でやっぱりそのポイントがあるんでやっぱりマイナ保険証も登録しちゃったとただ使い方が分かんないんでもし来年の秋保険証廃止されてもちょっとマイナ保険証はできないからあの何とかしてほしいとこういう方がおられるんですけどもその場合はもちろん資格確認書は送られてこないからマイナ保険証1本に。 なるわけですがその時に例えば自分は別に要支援とか要介護じゃないけどもちょっと分かんないからわけが分かんないんでその自分はマイナ保険証持ってるけども、えー、使い方が分からないから資格確認書もくださいと要配慮者に自分をしてくださいというふうに申請すればそれは要配慮者にしていただけるんですか 今ご指摘のマイナ保険証、つまりひも付けがなされて、保険証はお持ちの方が心配だからということ使えない、なんか分かんない、分かんない、体が不自由とかじゃなくて分な、分からない、分からない、多いですよ、わからない、えっと、お持ちなんですよねであの、医療機関受診されるときはマイ,ナンバーマイナ保険証をお持ちという使え、使えないから持、持っていきたくない。 あ、あのー、れね、ちょっとね、認識改めてほしいんですが、はい、皆さんがポイントやったことであの、分からずに全部入っちゃってる人いるんですよ、結構。 別にそれ悪いいことじゃないですけどねポイントということで今、物価高で苦しい中これは、ね、あの大変なことなんであるいはお子さんがお母さんにこれポイントもらえるからやっちゃいなということでやってあげてる家も結構あるんですよ、そういう意味ではそのマイナ保険証とかも私はもう使いたくないから使えないし病院に持ってってもなんだか暗証番号とか顔とか分かんないからそれはあのー、自分は。 資格確認書も持ちたいという方については、その申請すれば、要配慮者というふうになって、持てるようになるのかということなんですね、両方ダブルで。あのこちらはあの冒頭、私申し上げたとおりあの、一応、我々も行政機関なので、法律に基づいて仕事をすることになるわけですし、まあ、各保険者に置かれてもです、ね、そのような形になるわけでございますけれども、ご紹介したとおり、この資格確認書の交付対象というのは。 あの法文上電子資格確認を受けることができない状況にあるときというまこれはあの事実としてあるわけでございます。従いましてま私たちあの資格確認証が申請できる方につきましてはあのまあ要配慮者というカテゴリーを。 設けてですね、あのこういった方はできるだろうということであのお示ししているところでございますしまたマイナンバーマイナ保険証をお持ちであっても例えばなくしちゃったとかですねそういった方はいらっしゃると思いますからそういった方は当然申請していただけるのではないかなというふうに考えておりますがまあ、今申し上げたようなことを踏まえてですねあの判断していくことになろうかというふうに思っておりますこれあの国保の滞納した人ですね 国保の保の険料そうすると今は短期の資格証明書とかこう何ヶ月かでこういろいろ役所に呼ばれてありますけどじゃあ、国保の保険料滞納した人はど,どうなるんですかマイナ保険証あの。短期証等々については廃止されるということになります。であの 短期証あるいは資格証についても、これも保険者によって、私もいろいろ聞いておりますと、まあ、もちろん窓口にしていただいて、ですね指導される、指導というか、マイナ保険者とか分かんないじゃ、はい、それは保険者としては分かっているので、そこはそのいろいろな形でですね、払ってない場合は止めるんですか、つまりマイナ保険証を使えないようにするんですか、10割負担になるようになっちゃうんですか。 保険料払ってない人、滞納ずっと長くする <laughs> 療養費払いにするということですね滞納の場合ですねマイナ保険証をそういうふうにする、えー、わけそれはそのあのマイナンバーカードであればカードリーダーによってオンライン資格確認でですねその情報はあのお端末でわかりますのでそれによって対応していくということになるマイナ保険証をお持ちの方で十割になるわけですね えと短期症でその10割負担になるべき人についてはそういうことになります、それは短期症のあるいは資格証をお持ちの時ときと同意すみません、参議院の高木です。 えっと、この資格情報というのがまあ送られるということで、まあ、これはそうなのかというふうに思ったんですけど、これ、まあ、1点目は、これ、結局、その成りすましとか、違うのを使っちゃうのを防止したいってことで、マイナンバーカードに統一したいって言ったけど、これはいかようにも悪用されますねっていうのの確認が1点と、えっと、 再三お話の中に出てくるようにあのデジタル化は推進って私もすごく思うんですけどデジタルファーストでやるときにはセットでそれはできない人のことをだからこのカードリーダー導入できないこう医療機関とか、えー デジタルになったら対応できない人のマイナンバーカードに統一されたら困る人をどうするかとか全部パッケージでセットしてからスタートしないともう今説明がすごい混乱してますけど最初にそこは全部考えておいてからスタートするべきだったんじゃないかなと思うんですがその辺はスタートの時点でどのくらい検討されてたんでしょうか あのまずお知らせが悪用されるかというお尋ねです失礼いたしました大丈夫でしょうかはいはいあのまずお知らせについて悪用されるのではないかということでございますけれどもまあそのえっ、ー、と まあこういう別点のイメージでございますので、そういった面はあろうかと思います。従いまして、マイナンバーカードと一緒に傾向して、マイナンバーカードはこれ、本人確認できるわけですから、そういったものと一緒にあのお使いいただくということがあの想定されるのではないかという検討会のまとめになっているということでございます。 最初からセットでどのくらいのことがパッケージでこういうことまで検討されていたかっていうところはどうでしょうの6月に法律が交付、あのーえー、されまして、まああのー、廃止保険証の廃止の時期がです、ね、1年6か月以内。 で定める日といいう,うになってございますので、まあ、そういったあのスケジュール感の中で私どもこのマイナンバーカードと保険証一体化検討会こちらについては中間取りまとめもなされて、えー、現金 の状況を踏まえて8月4日に最終取りまとめということであのま,とめまとめさせていただいたということですので、まあ、しっかりとその施工時期に合わせてですね、まあ、最初の時期というのは、まあ、あのいろいろあるとは思いますけれども検討の段階でですね、あのそれに向かってあの課題があれば一つ一つでしっかりと、まあ、対応していくという観点からあの進めてまいりたいというふうに思っております。はい ごご説明ありがとうございますす衆議院の早稲田ですあの先ほど柚木先生があの高齢者の方100人会えば100人があの皆さん幾度にあのに保険証をそのまま使わせてほしいと今のですね従来のということをおっしゃるということですがあの医療機関においても今あの薬局の方で私今朝聞いてきたんですけれどもあの、まあ、小さな薬局でありますけれども大変そこの地域に根ざしている薬局さんですが どのくらいこの,あのカードリーダーでやられますかと伺ったところ1割弱ですねとまあ1割にもならないかなというお話でありましたそのぐらいなんですよ。それでまた大病院でもある方があのマイナ,ーカーあのマイナー保険証をあの提示しようと思ったらいやいやもう大丈夫です従来の保険証持っていらっしゃったらそっちを出してくださいと。そのぐらいい大病院ででああっっててもも小さいところであっても まあ小さいところは使われてないということ、それから大病院でも混乱が多すぎて、これを使う、まあ、今あ、メリットよりもデメリットの方が大きいという判断でそういうふうになってしまっているわけですね。でそこの認識をきちんと皆様にも、医療機関でさえそうであるわけですから、あの使う方としてはな,なおさらあのよくわからない。 あの、なぜよくわからないのかなって思われるかもしれませんけれども、これだけ報道がされていたらトラブルの他人の情報が紐付けられていた等々ですね。そうしたら不安で使えるっていう、不安で使えないわけです。そういう認識を持っていただかないと、とても来年の秋、じゃあ今1割しか使われていないものあと9割どうやって上乗せするんでしょうか。まあその辺のところ、もうマイナポイントはないわけですよ。そして、 えー、あとはあのー、皆さんが説明をしていくということかもしれませんけれども高齢者の方も使いたくないとおっしゃってる医療機関もこれではダメだとだからしばらくの間はとにかく今の保険証を残してくれという要望がどちら側からもある多い。 わけなのでそれからもう一つは、えー、この8月8日に異なる個人番号があの登録された事例が新たに1,069件ですかありましたそして、えー、そのうちの5件が薬剤情報が閲覧をされてしまったということでありましたこれあのどこの責任になるんでしょうかこういう場合。 それからもっと機密性の高い医療情報がこう流出をしてしまうようなことがないとも言えない今ここまで来てし,しまうとですねそうしたときにはやっぱりこの今システムを一旦停止をしてその総点検を まあ、とにかくマイナー保険証を利用するシステムのそのプライバシー侵害を防ぐためにも停止をすべきだと私は考えているんですけれども、その点についてのお考え、教えていただきたいと思います。 えっと、先生から2点ご質問をいただきました。まあ、つはやはり医療現場でまだまだ、あの、利用率が低いんじゃないかと。まあ、見たところ1割ぐらいで、むしろ混乱を避けるために、あの、利用を控えておられるような医療機関が多いんじゃないかというご指摘かと思います。 あの、先ほど来、あの、申し上げておりますように、医療現場における、まあ、トラブルが、あ一定程度発生をしているということは、私どもも承知をしておりますし、先ほどは一つの例として、カードリーダーのことを申し上げましたけれども、まあ、制度向上に向けて、課題を一つ一つ洗い出しながら、その解消に向けて取り組みを進めているということでございます。まあ、あの、マイナー保険証については、あの、これをご利用いただくことによるメリットですね。これは、あの、患者さんにとって、あるいは医療機関にとって、 まあ、患者さんにとっては、まあ、より良い医療を受けられるということも繰り返し申し上げてきておりますし医療機関にとっても、まあ、要は事務負担が、まあ、本来あのマイナー保険証をご利用いただいてこれはもちろんスムーズにご利用いただけた場合ということではございますけれども資格情報がきちんとその委員の方のですねデータの方に取り込まれていくとシステムの方に取り込まれていくということになれば今までであれば あえて入力を手作業でやってた部分が要は自動化されるというようなこともありますし実際に資格加護で返礼される件数も減ってきているというようなこともございますし医療機関の方からは 未集金が減ることが期待されるというふうにおっしゃっておられる医療機関もあるということで、これはあの当然患者さんにとっても、また医療機関にとってもメリットがあるということでございますので、ただ、そうしたメリット、まだ十分に私どもとしてもお伝えできていない部分がございますし、また医療現場におけるトラブルがまだあの発生をしているというような状況でございますので、来年の秋に向けてですね、とにかくあの現場でのトラブルを一つでもあの 洗い出しをしてですね、えー、解消していくべく努力をしていきたいと思いますし、えー、その前の保険証のメリットこれをあの私どもとしては丁寧にご説明をして、えー、国民の皆様の不安払拭に最大限努めていきたいというふうに考えております。 それから2点目は1069件の先日公表させていただいた結果についてのお尋ねがございました薬剤情報等の閲覧のケースが5件あったということで報告をさせていただいておりますえっとこの要は閲覧が生じた責任 の所在とといいうことでございますけれどもそれぞれにあの国の方の役割それからあと保険者の方の役割責任というものがあろうかと思いますけれどもやはりデータの紐付けが誤っていたということに関して言えばやはりいわゆる資格情報の管理の問題になってこようかと思いますのでその点においてはやはりきちんとあの 本来の手順にのっとっていなかったがゆえに、まあ逆に言うと紐付けの誤りが生じて、その結果閲覧があ起きたということからするとですね、やはり保健所さんの方にきちんとその本来の被保健者の資格を正確にかつ安全に管理していただくということからすると、一定のやはり責任というものは、あ,あるのではないかというふうに思います。えー、はい。 えっと、一旦停止してという部分でございますが、そこはあの、今、先生おっしゃったのは、恩師のシステム自体を全部停止してということで ですかね。あの、そこはですね、あの、実際に今回、あの、紐付けの誤りが発生したものについては、もちろん、あの、閲覧などについては、直ちにも停止の手続きを取る、措置を取るということでございますので、まあ、要は全体の今、システムを回している状況の中、あの、この点をもって全部のシステムを止めてしまうというわけに参りませんので、えー、その点については、あの、 今まさにデータの正確性を確認するための点検作業を今やってきているところでございますのでその点で判明したものについては直ちに是正の措置を取っていくということで進めさせていただきたいというふうに考えております、はい、すみません、えーと、資格情報のお知らせの、まあ、中妻さんがやり取りされた、ちょっと追加で1に短く、これですね、あの義務化対象外が1万8819ですね、このこれ。 全医療機関のうちの1割近くが、結局、マイナ保険証使えないような制度っていうのは、国民皆保険壊してしまうことになると思うんですよね、これ、下手したら。だから、お願いはまず、これ、1万8819っていうのは、これ、見れるんですかね、例えばそこで受診してる人はこの一覧みたいな、見れないでしょ。やっぱり分からないと、自分がマイナ保険証を取ってるから、そこでもう使えるとみんな思ってますよ。 絶対思ってます100%。だから、これやっぱり公表すべきじゃないですかね。それで、あの、もう一つは、せめてそこはね、さっき2枚持っていかなきゃいけない、この資格情報のお知らせとマイナ保険証言ったんだけど、まあ、今の保険証を持っていけばね、少なくとも、あの、対応できるようにしてあげてもらえませんかこの文章でしょこれ紙なんだから。今の保険証みんな持ってるんだからもう。 だから、マイナ保険証とこの紙って言ってるけど、マイナ保険証と今の保険証があれば、少なくとも対応してもらえると。してもらえませんが、これが2点目。で、最後は逆に言えば、今の保険証が、併用性を認めてくれればね、我々が言ってるように。わざわざマイナ保険証と今のこの紙2枚持っていかなくていいわけですよ。自治体の手間もかからないし、保険者の手間もかからないし、利用者も安心じゃないですか、今の保険証で。当面大丈夫となれば。その後、よっぽど、 全てにおいて合理的じゃないですか確実だし。以上3点、教えてください。 えっと、3点あの、ご指摘をいただいたかと思います、えっと、恩師を導入している医療機関を公表するべきではないかということですが、オンライン資格確認導入している医療機関についてい、ていそれは逆にそれの裏返しということです、ね、でかいです。 今まさに公表しているのはあの、導入している医療機関について、各都道府県ごとに、えー、リストアップをして、それを公表しているという状況だから。だからその見,見れないですよ、普通の人、それ、自分がかかっているところがマイナ保険証使えるかどうかなんで、それ以外のところ、全部調べるの、自分がマイナ保険証持ってる人が。一応、つい最近、私も医療機関、あの選択していったんですけれどあの、まあ、私の事例を言いますと、 まあ自分がまあ休日、どうしてもこうあの重い病気になってしまって、探したときに、ここのところで休日やってますっていうのが検索すると出てきて、そこではマイナンバーカード対応しますっていうことも同時に出てきて、ね、いやそれ普通みんな調べずに行くじゃないですか。 いろんな検索、検索、検索の医療機関が。分かりました、分かりましたけど、おじいちゃん、おばあちゃんがいちいちネットで見て、マイナーホケーケションを取ったけど、これを使えるかどうか調べていけっていうことをおっしゃってるんですよ、今。そんなこと、現実的じゃないと思いますよ。じゃあ2、2点目、3点目。 えっと、それから資格情報のお知らせを、まあ、要はマイナ保険証と一体でということではなくて、マイナ保険証と、先生おっしゃったのは確か健康保険証、今のですね。ただ、あの、これは来年秋に、まあ、あの、廃止する方針ということでございますので、え、ー 保険証をまあ、要は合わせて傾向しようにも保険証がないということになれば、それに変わるものとして何かということになるんだという理解ですので、そうであれば、あの、このマイナ保険証と資格情報のお知らせ、 ないしはまあ資格確認書をまあお持ちただから要は今の健康保険証の廃止を延期すれば、わざわざ2種類持っていかなくても、今の健康保険証1枚持っていけば OK ということですよね、はい、あのそれは先生おっしゃることは理解をいたしますけれども、まあ、当然、私ども今、政府の一員としてあの仕事をさせていただいておりますので、えー、その大きな政府の方針にのっとって、えー、取りあのまさにえ取り組みを進めていくということでございます。そしたら本当にあの長時間すいませんでした ちょっと時間超過してしまいましたが、さ最後にちょっと私も発言させていただきますと、やっぱり今日驚いたのは、マイナ保険証が1枚あればもう大丈夫みたいな話だったけれど、実はそうじゃなくて、マイナ保険証1枚だとダメで、どこがあのオンライン資格義務化除外の1割かは分からないから、みんなマイナ保険証とセットで、この資格情報のお知らせを。 持たないとダメだと。で、この資格情報のお知らせは健康保険証でもないと。長妻さんが言うところの紙なんですよね。だからマイナ保険証、マイナ保険証1枚で安心じゃなくて、マイナ保険証と紙切れをずっと持ち歩かないと、あの、 医療が受けられないというのは私は話が違うんじゃないかと思いますし、また今日聞いてびっくりしたのは、まあ2年後の7月までは後期高齢者は安心ですけれど、2年後の8月以降はもしかしたら職権交付がなくなるかもしれないそう考えたら後期高齢者2000万人、そのうち1000万人が資格確認書だったら、再来年の8月以降1000万人の人に資格確認書を申請するという義務が発生するわけですね。 おそらく、一千万人の後期高齢者に資格確認証を発行してくださいと、あ、申請してくださいと言ったら、まあ、普通に考えたら、百万人か二百万人の人は申請漏れになっちゃうだろうから、おびただしい桁の無保険扱い、十割負担の方も、あの、誕生するんじゃないかと思います。えー、来週はですね、木曜日一時から、あの、来週は木曜日一時、えー、ということは、えー、 8月31日ですね。木曜日の1時からこれをさせてもらいますし、また来週火曜日は大阪先生中心にマイナ保険証のプロジェクトチームが開催されますが、その中でも今日の医療情報の、えー、お知らせといいますか、この最終取りますと目が議題と聞いておりますので、この議論が行われるのではないかと思います。まあ来週木曜日の時の宿題としてですね、少なくとも岸田総理は 事務負担は減少するということをおっしゃってるわけですから、私たちはどう考えてもこれ、事務負担増えるんじゃないかと思うんですけど、どういうふうな根拠、計算、考え方で事務負担が減少するのかということを、ぜひ書面で訂正していただきたいと思います。長時間すいいまませんでししたたありがとうございました